センブリは、林道化センブリ属に分類される二年草の一種。薬草として利用され、小薬名及び別名は投薬。和名センブリの名前の由来は、前草が非常に苦く、植物体を煎じて、千回振り出してもまだ苦いということから、千度振り出しが略されて名付けられたとされている。その由来の通り非常に苦みが強く、最も苦い気薬と言われる。 別名は、投薬、医者倒しとも呼ばれる。別名の投薬は、試しに味見をした人が、まさに薬であると言ったという伝説から生まれたとされる。中国植物名は、日本、木花という。中国、朝鮮半島、日本に分布する。日本では、本州の関東地方異性、四国、九州にかけて広く分布する。丘陵地や松林などに多く。 日当たりが良く、やや湿り気のある山野の草地に生育する。先駆植物としても知られ、湿った霧同士の斜面に生えることもある。脚本家で知られる、田中澄江は著書、花の百名山で、降林山を代表する花として紹介し、著書、新、花の百名山で、熊野郎を代表する花として紹介した。小型の二年生草本。 草とけは5から20センチメートルで、1年目は発芽した、芽が地面近くに2から4枚出した根性葉をロゼット状に広げて、冬を越し、2年目に茎が立ち上がる。茎は、単立するか、根元から数本に分かれて生える。茎は、薄紫色を帯び、太さは1から2ミリメートルで、断面は、やや四角い。葉は、根葉が、頭皮神経。 形容は1から3センチメートルほどの細長い線形で、幅は約2ミリメートル、無柄にいて耐性する。花器は秋で、分かれた枝先に円錐状の果樹を作り、上向きに5弁の白い花を咲かせる。花形は2から3センチメートル、花冠は深く5裂し、花弁は長卵形、縦に泡紫色の脈が5本がある。内面の基部に密線があり、 二個の蜜線の周囲には、細い長毛が生える。五枚の学編は、線形で尖り、長さは5から11ミリメートル。一日果ては、花冠よし少し長く、種子は、やや丸い。根は黄色を帯びる。花、葉、茎、根の前奏のすべてが、極めて苦い。弦の証拠、毒ダミと共に、日本の三大民間薬の一つとされていて、昔から、 苦味調薬として使われてきた、最も身近な民間薬の一つである。1856年に、飯沼翼イは、草木図説でセンブリについて、法人最低腹痛を、治し、またよく虫を殺すと書いている。薬には、開花期の禅僧が用いられ、秋に開花している禅僧を刈り取って、天日乾燥したものが木薬になり、投薬と称されている。薬効は、 内容に、苦味ケニー、胃腸虚弱、消化不良、胃痛、下痢、腹痛、食欲不振、また外用には抜け毛、不毛性発毛とされる。日本薬局型に集裁されている苦み賃器や、センブリマツの材料の一つで、日本固有の気薬であり、漢方薬には用いられない。民間では、煎じるときは、ケニーに、前奏の0.3から1 5ムを、 水200から 600cc で半量になるまでとろびで、煮詰めた汁を1日3回に分けて、食前か食後に服用し、また、散財粉末では1回量0.03から 0.05g を、水、または、湯で服用する用法が知られている。胃腸をかなり冷やす作用があるため連用は避けて、豚腹として用いて、妊婦や胃腸を冷やしやすい人への服用は、禁忌とされている。 また脱毛には、極方アルコール、または35度の焼酎 100cc あたり前層5から 7.5g を密薦して、霊安所に1ヶ月から3ヶ月ほど漬け込んだアルコール新液を、1日1回少量を手のひらに取って、発毛させたい部分に、マッサージするようにすり込んで塗布する。市販の羊毛液や、マスカラや、眉墨などの化粧品にも配合されている。 下記の前奏には、組成分のスエルチアマリン、スエロサイド、アマロゲンチン、アマロスエリン、ゲンチオピクロサイドなどの苦味配当体や、オレアノール酸のトリテルペノイドを含み、中でもアマロスエリンは、天然物で、屈指の苦い物質である。組配当体は、口内の味覚神経を刺激して、唾液や、胃液の分泌を促し、胃粘膜に直接作用して、 消化機能を高める効果があると言われている。観光地のお土産店などで乾燥したものが売られていることを見かけるが、乾燥品は医薬品とみなされるので、医薬品医療機器等法の許可なく販売すると同法違反になる。センブリを使ったセンブリ茶は非常に苦い。山野草として苗が市販されている。水はけの良い半日かげを好むが、 栽培は大変難しい。種子を晩秋に採取して、春に床巻きし、寒冷車でトンネル状に覆って湿度を保ち、夏は乾燥に注意を要する。医薬品などに利用されている仙ブリは全量日本国内で生産されている。従来は野生の株の採集のみを行っていたが、研究の結果栽培に成功し、昭和50年代初頭から長野県で、 本格的な生産が始められ、生産当初の価格は1ラムあたり3万円ほどであった。1973年から長野県の野菜柿試験場作市場で発芽技術などのセンブリの栽培技術研究が開始された。1981から2002年の国内総生産は年間30トイン程度が最大で、 長野県と高知県の農家で契約栽培されている。2007年には長野県ではセンブリサビ病などにより生産量が大幅に減少した。投薬を胃薬に用いるようになったのは蘭学に影響していると言われている。シーボルトが大見路の製薬所で俵に入ったセンブリを現地穴と間違えたという逸話がある。ヨーロッパでは現地穴のような 苦い薬を胃腸薬に使用していた。しかし、上気の苦味配当体以外には、特に薬効成分は含まれておらず、苦味が舌を刺激して、食欲増進などに効果があると言われる他には、特に胃の疾患には、効果がない。それでも、胃の万能薬としてもてはやされているのには、苦ければ、胃によく、漢方薬であるという誤解が氾濫しているからだと、考えられる。 しかし近年、センブリの持つ胃腸への作用は、センブリの成分であるスウェルチアマリンがドーパミンーレセプターを阻害することで起こるとの研究報告がある。また、センブリのメタノール抽出物は、コーコリン作用で胃腸に働きかける。その効果を詳細に調査するために、 カラムクロマトグラフィーで分割し、その成分を調べたところ30%のスウェルチアマリンが含まれていることが報告されている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。多数の都道府県で、草地の開発、森林開発、生育環境の自然セミ、園芸目的の採集、薬草の採集などにより、減少傾向にある。阿生十国立公園。 瀬戸内海国立公園、やば北英彦山国定公園、祖母渓谷定公園などの指定植物であり、その採集は禁止されている。歯の幅が広い変種の広葉センブリが、東京都の八丈島で確認されている。果敢が、薄紫色の金塩種の紫センブリがある。金塩種の犬センブリは、小薬名、丹味東薬、紫センブリでは、 小薬名、木花と称しており、紫仙ぶりの薬効は仙ぶりに類似している。ありがとうございます。